学長の三浦でございます。正源司先生のキャリアからすれば、私のような若輩者が冒頭の挨拶を述べるということが時空自たるものがございますけれども、職の学類長の正源司真一先生の、最終講義に際し一言ご挨拶を申し上げたいと思います。まずは何より、正源司先生の職能学類、そして大学院職能科学研究科の設置に尽力された6年間の本学でのご苦労に感謝申し上げるとともに、元気にこの日を迎えられたことを心よりお祝い申し上げたいと思います。ありがとうございました。そしておめでとうございます。さて、震災後原発事故によって深刻なダメージを受けた福島県の農業を再生しなければという本学に対する福島県民からの強い要請によって、農学系人材養成組織を設置することが決定した直後に、先生は2016年に設置アドバイザーに就任され、翌年に設置準備室長として本学に赴任いただきました。あの当時震災からすでに5、6年が経過しており、本学が解決すべき課題も変化しており、オプションを付加し続け取り組みに疲れが見えてきた頃のことだと思います。本学に新しい学類を追加することは大変高いハードルであったと同時に、確実に新しい希望となりうるものでございました。設置準備室長に就任する方は東大農学部の学部長経験者ということを知り、そのような高名な方が本当に本学においでいただけるのかどうか、何よりもいろいろと課題の多い本学にあって、被災地の福島県と福島大学にフィットした学類を作っていただけるのか、失敗が許されないだけにとても心配しておりました。しかしその不安は本人と対面し、その温かいお人柄に触れたときに、また一枚の写真を拝見したときに払拭されました。その写真は以前の大学のスナップだったと思いますが、畑の真ん中に立つ農作業員の正源司先生を中心に大勢の学生がにこやかに取り囲んでいる写真で、写真の醸し出す和やかな雰囲気から、この方なら我々の期待することを、いや期待以上のことをやっていただけるという確信を得ることができました。実際の設置作業では、全国から最先端の研究を行っている優秀な研究者を集めていただき、地域実践型の農学教育カリキュラムを組み立て、農業界産業界からも注目を集める小粒でもピリッと辛い食の学類を作っていただきました。食の学類の誕生は福島大学を大きく変え、地域における本学の位置づけも変えました。色とりどりのつなぎを身にまとって学生たちが学内外を行き交うようになり、見える風景も変わりました。地域からの福島大学への期待が桁違いに大きくなりました。正源司先生は大学の抱えている課題を正確にご理解いただき、その時々に的確に判断され、時に大胆に実践に移されました。職能学理の先生方が一丸となった取り組みの結果でもありますが、正源司先生のお人柄と最先端の研究、経験豊かなリーダーシップにより、大変難しい新設学類をまとめ上げ、コロナ禍を含めて数限りない課題を解決されてきた先生の功績はいくら言葉で申し上げても足りません。改めまして大学を代表して感謝の意を表したいと思います。本当にありがとうございました。本日は最後まで最終講義を拝聴し、本学へのご提言をしっかりと受け止めるつもりでおりますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、それでは、新井より実行委員会を代表しまして、ご挨拶と正源先生の略歴紹介を簡潔にさせていただきます。本日はご対応の中、正源寺学類長の最終講義にご出席いただきありがとうございます。また学長の三浦先生には貴重なお言葉を賜りました。重ねてお礼申し上げます。はい、正源先生は来る3月末にご退職予定となり、本日ここに最終講義を実施させていただくことになりました。半年前より農業経営学コース教員を中心に議論を重ねて本日を迎えることができました。コロナ禍の中で数々の制約はございますが、まずはこのような形で実施できますこと、大きな喜びであります。オンラインでもたくさんの方にご参加いただいております。また遠路から本日ご足労もいただいております。ありがとうございます。さて、正源先生の略歴、皆さんすでにご承知のことと存じます。愛知県のご出身で、東京大学農学部卒業後、農水省に入省、研究機関に研究に従事されました。その後、東京大学農学部に助教授として着任され、教授承認の後、副学部長、学部長などの要職を務められ、名古屋大学農学部に転任されました。そして先ほど紹介ありましたように、平成28年4月から1年間、福島大学農学系教育研究組織設置準備室、アドバイザーを兼務された後に、29年4月に福島大学教授、農学系研究教育組織準備室設置準備室長を着任されました。職能学連が開設した平成37年4月から今日まで、職能学類長を務められております。先生の主な学術活動として、日本農業経済学会学会長など関連する多くの学会長を経験されておりまして、日本農学賞など数々の賞を受賞されております。また、日本学術会議では第2部の副部会長、東日本大震災復興支援委員会委員として、提言書、今復興の力強い歩むよなどをまとめられて、学術面から震災復興にも大きな貢献を果たされて、来られました。さらに社会貢献活動としては、国の食料農業農村政策審議会会長をはじめとして多くの要職を務められ、また本県では福島県農業振興審議会会長などを務められました。先生が農政研究の第一人者であることは注目の一致するところでありまして、福島においでいただけたことは皆の喜びとするところでございます。先生におかれましては数多くの研究業績があります。主要単行本だけでも表示の通り、他のものの追随を許しません。表紙の掲示のある、この3冊は、正源先生の校庭である林薫平先生のおすすめの書と
ということでございます。ぜひ一度、手に取って見ていただければと思います。はい。さて、食の学類解説から今日まで、まずは順調に進行し完成年度を迎えることができています。本学類には4つの基本理念があります。正源先生には設置準備室室長として理念を提案、決定して、いただきました。この4つの理念のもとに福島から新しい農学を作っていくことが私たちの目標となっております。この理念のもと正源先生には食農学類のシンボルとしてこの4年間学類を一つにまとめていただきました。その秘訣、一人一人のこと一つ一つのことへ丁寧に対応しまた熟慮の上筋を通し適切に判断しそして毅然として実行するそういうところにあるのではないかというふうにこの間身近に接して、感じております。3月で正源先生という金看板を失うことになりますが、私たち束になってもその空白を埋めることはなかなか容易ではないと思います。幸いこの7年間私たちは先生から何らかの形で薫陶を受けています。それは福島の財産と言えると思います。それを糧として私たち一人一人が成長し補っていくことで埋めていきたいというふうに思います。はい。時の定めにより最終講義を聞くことになりました。この機会を共有できることは、誠に幸いなことです。それぞれの思いを持って、お聞きいただければと思います。最後までよろしくお願い申し上げます。本日はありがとうございます。それでは正源先生の最終講義に入りたいと思います。正源先生お願いいたします。最終講義を行います。正源寺であります。ですね、大勢お集まりいただき非常に恐縮です。またオンラインでも随分多くの方が、聴講していただけるということを誠にありがたく思います。ですね、学長からは過分のお言葉をいただきまた新井先生からも丁寧に、私の履歴をご紹介いただきました。それで今日はですね、あまり細かな話はいたしません。おそらく専門の農業経済以外の方々も多いかと思いますので、そのあたりをですね、少し簡略化してお話ができればというふうに思っております。ですね、私マスクをしながら喋るのが非常に苦手ですね。普段の講義はですね、フェイスシートでやっております。で、主催者の方からですね、今日はもうマスク外していいと、こういうふうに許可をいただきましたので、ここで外すことにいたします。お許しください。それでですね、先ほど新井先生から、略歴を紹介していただきましたのでここは省略させていただきます。ただですね、1990年に1年間ケンブリッジ大学に客員研究員として滞在したことがありまして、これが実は研究の中身を大きく変えることになったということでありますので、これにちょっと補足させていただきたいと思います。ですね、タイトルに書きましたようにですね、農業、農政の研究を振り返る、農業の研究を振り返る、それから農政の研究を振り返ると、こういう部分とですね、それから現場と向き合うことの大切さ、これは実は私福島大学に着任して
改めてその思いを強くしているということでございます。特にですね、農業の研究との関係で、現場に向き合うこと、あるいは現場とですね、時にはいろいろ議論をすること、これが非常に大事だということをですね、今日のお話の3番目の柱としてお話しいただければ、させていただければと思います。それでですね、今の履歴の関係で言いますとですね、最初に埼玉県の鴻巣にありました農地試験場という研究機関に就職しました。で、ここで5年間、それから札幌に移動して、今の札幌ドームが実はその敷地の一部なんですけれども、北海道農業試験場、ここで約6年。この11年ほどの期間はですね、本当に農村の現地に入って調査をするようなことをしておりました。それからですね、東京大学が移ってからもですね、比較的日本の国内の研究をしていたわけですけれども、90年に今申し上げましたケンブリッジに移って以降ですね、農業政策の研究をすることに、結果的になりました。実はですね、90年頃はですね、ですね、最終的には92年の6月に、最終的な合意が得られるわけですけれども、EC のですね、共通農業政策、農業政策の大転換を図ろうというこういう時期だったわけです。そのこともあってですね、私はもともと農業政策の専門の研究室に属していたわけではないんですけれども、政策のことを研究し始めたということです。で、当初はですね、ヨーロッパの政策、その後アメリカとかですね、時に豪州なんかにも訪ねたりしましたけれども、徐々にですね、国内、日本の政策についても研究をするようになったということであります。それからですね、2000年代に入って、私、この最終講義をするためにちょっと過去の論文なんかを確認したんですけれども、2001年に査読付きの論文としては最後の論文を掲載してもらっています。つまりその頃でほぼ研究としてはですね、離れてしまったと、端的に言うとそういう状況があったかと思います。いろんなこと書いたりはしましたけれども、ですね、レビュー付きの論文として投稿し、それが採択されるということは、2000年代の初めまでで終わっております。で、先ほどもお話ありましたけれども、実は2004年度ですかね、副学部長をやれと、次の年は副研究課長をやれと、でさらにですね、研究課長をやれと。で、私、正直に言いますと、あんまり好きじゃないんですね、そういう仕事が。やらざるを得なかったということもありまして、ですね、新たな調査研究はもう困難となって、社会への発信とですね、それから若者を支える、特に大学院生ですね、こういった方にむしろウェイトを置くような、そういう形になりました。そして、福島の6年間、これはですね、食農学類の開設と運営に注力したということであります。で、そこから先ほどのですね、ディプロマポリシーに沿った、教育というようなことを行ってきたわけでありますけれども、実は、後ほど申し上げますけれども、このディプロマポリシーはですね、要するに人材育成の方針だというふうに言われてますけれども、研究の理念としても私は有効だと、こう考えております。後ほどこのあたりはお話ししたいと思います。それではですね、日本農業の経済分析、そんなに大掛かりのものではありません。で、最初にですね、北海道でどんなことをやったかということを少しお話をします。で、その後でですね、農地試験場、ちょっと順序を逆になりますけれども、少しお話をしたいと思います。ですね、北海道ではですね、ある意味では非常に、単純な仮説でもってですね、それを実際のデータで、検証することができるという、こういう部分がありました。これは北海道全般そういうことが私はある程度言えると思いますけれども、ですね、フィールドとしたのは後ほど触れることになりますけれども、空知郡の南幌町という町なんですけれども、ここは本当にもう水田一色です。その代わりですね、収量の差が非常に大きいというようなことがあるんですね。で、その結果として規模もかなり、ばらつきがあると、そんなようなフィールドを対象として、いくつかのですね、
仮説を検証するようなことを言い出しました。最初はですね、これは南幌町だけじゃないんですけれども、ですね、減反によってですね、平均収量上がってると。つまりですね、平均収量の低いところほど減反率が高いんですね。実は北海道はですね、割り当てられた生産調整、減反の率よりも超える減反が行われていたわけですけれども、そこではですね、収量の低いところほど減反率が高いと。で、結果的に収量が上がっていると。で、これがどれくらいであるかというのことを推計したということであります。で、後ほどですね、これヨーロッパでもやっぱり問題になったんですね。これスリッページという言葉を使ってたと思いますけれども、生産調整を、ヨーロッパでも行ったことがあるんですけれども、ですね、農場の行動によってですね、むしろ平均収量が上がることによってですね、生産調整の狙い通りにはいかなかったというような、こういう話があったので、ある意味で共通しています。これはまあ農業経営研究というところに投稿したということです。これ初めて査読付きの論文で、受け入れてもらったということです。それからですね、この辺りはもう南幌町でですけれども、ですね、専業農家がまあ中心ですので、ただですね、専業農家としてやっていくにはどれくらいの規模、面積が必要かと、ある程度計算できるわけですね。で、ですね、その下限規模を推計してみるとですね、実際の規模がですね、それとある意味ではその重なるような形で変化するようなことを確認することができたということがあるわけです。同時にですね、収量の高い低いがあるわけですね。収量の高いところはですね、比較的規模は小さくても、食べていけると。低いところは逆で、この関係も実はデータによって確認できました。さらにですね、これは経年的に、時系列的にですね、再生産されていると、こんなようなこともですね、検証したということがあるわけです。これも農業経済研究なんかに、投稿してアクセプトされたことがあります。それからですね、これがまあ経済学的に一番意味のあったことかなと思いますけれども、農地の価格ですね。これ南幌町というところでですね、十数年分の農地の売買のデータをですね、これはまあ転記させてもらったんですけれども、それによってですね、ですね、我々観察することのできない農家の方がですね、自分の労働の賃金をどの程度に評価しているかと、つまり付加価値の中でですね、自分の労働に帰属する部分がこれくらいであると、したがって残りが農地に帰属すると、その意味でのですね、自らの労賃の評価はどのくらいかねと、こういう部分とですね、それから将来にわたって収益がその土地に発生するわけですけれども、それをストックの価値として現在売買するとしたらそれがいくらになるかと、その場合にこれちょっと経済学的で恐縮ですけど、時間割引率というのがあるんですけれども、これも推計してやると。これも観察はできないわけですね。農家の皆さん、あるいは地域の皆さんが、結果として、こういったことを、前提としているような価格形成を行っているわけですけれども、これを推計したということがあります。これも南幌町のデータでもって推計したということもあるわけです。で、農家の皆さん非常に合理的に考えているなと。労賃は低め低めです。それから割引率は割と高い、つまり将来のリスクをできるだけ避けるという、こういう判断をされていたということです。で、ここに書きました南幌町を主なフィールドにしたわけですけれども、ですね、これはいわゆる植民区画、これ明治の20年前後ですかね、その頃にですね、北海道、この南幌だけじゃないんですけれども、確か300軒の四角形、これは道路でもってですね、区画されているわけです。で、南幌町のは全域がこの区画の元にありました。ですね、確か250ぐらいの区画ですかね。で、それぞれの区画がある意味ではメッシュデータとして使えるわけです。で、それぞれの区画ごとにですね、平均の収量をですね、役場の方でいろんな形で情報として持っているわけですので、それを出すことができる。で、ですね、農地の売買が行われたときにそれがどの区画の農地であるかということも、これも確定できます。そういった意味でですね、その個別のデータ、売買なんかも含めてですね、収集するなど、第一次データを活用することで農家の経済行動をさまざまな角度から分析したということであります。ある意味では先ほど申し上げましたけど、非常にシンプルな仮説を作って、それでもって、実際の
状況がどうかということを検証することができたということです。同時にですね、実は、私のフィールドは南幌町という水田地帯でした。しかし、北海道にいただけはですね、畑作地帯、あるいは後ほどちょっと触れますけれども、酪農地帯にも結構通っておりました。で、これがですね、後にヨーロッパの農業、あるいはアメリカの農業なんかを見るときにですね、役に立ったと思います。都府県の農業からですね、いきなりヨーロッパの農業に行くとですね、これは全然違うわという感じになるだろうと思います。ただ、間に北海道が入るとですね、なんとなくそのつながりというかですね、連続性がある程度頭の中に浮かんでくるということもあるわけです。さて逆にですね、今度その農事試験場の時代、これはですね、もうこれは最初に入った年ですけれども、本当に先輩に鍛えられました。ですね、群馬県の前橋市の東部、これは御納屋という女の屋根の屋と書いて御納屋と読むんですけれども、御納屋という集落についてですね、失敗調査、これ今はほとんど死後かもしれません。要するに全数調査です。その御納屋集落の農家、多少なりとも農作業をやっている農家について全て調査をするようなことをしたわけであります。それでですね、鍛えられたというのはですね、着任直後の私にですね、報告書を書けた。で、当時ももちろんですけども、手書きなわけですよね。先輩からですね、もう赤ペンでもこれダメ、あれダメ、ここも書け、ものすごい指示が来る。そうすると全部書き直すわけですね。それを提出します。また赤いペンが入ってる。もう何回やったか。もう本当にだけど、後にですね、院生の論文なんかを読むようになってですね、これは結構大変な作業だなということが分かりまして、それをやっていただいた先輩、特にお二人の先輩ですけども、本当にありがたかったです。中島先輩と永田先輩でありますけど。で、ですね、同時にですね、学会誌、これ農業経営研究ですけども、にもですね、投稿をすることにしました。これはですね、なかなか偉い先生のアドバイスをもらいながらやりました。ただ、これは結局、不採択。残念ながら、もうできませんでした。ただですね、一応学術的な、雑誌に掲載はされましたけれども、査読のありということではありません。もうこれはもう完全に挫折です。ここに何かちょっと書いておきますけど、どんなことを書いたか、つもりというふうに書かれてますけれども、投稿した農業経営研究で不採択ということでありました。これはですね、私が学部を卒業して直ちに農事試験場に入ったということと関係していると思います。ですね、その地域の報告書、報告書をとですね、それをベースにした、実は単行書まで、にはなっているわけですけれども、学会誌に投稿して、そこでアクセプトされるというためにはですね、別のやはり観点も必要なんですね。もう一番分かりやすいのはですね、先行研究についてきちんと論究をする。そのことによってオリジナリティがどうであるかということをですね、提示する。そういう当たり前のことがですね、トレーニングとして行われていなかったわけです。したがって、これかなりエフォートを投じたつもりではありますけれども、不採択、挫折、で多少体調不良にもなったりということも経験した次第であります。で、北海道に行って先ほど の生産調整の増収効果、このあたりで、学会誌にも搭載されるようになったということですけども、最初の頃は本当に惨めな思いをしたということを記憶しております。それからですね、農事試験場ではですね、いろんなことをやりましたけれども、白垣用水、これ群馬県の玉村町というところなんですけれども、もっと言いますと榎町用水という、この用水路、これについてですね、白垣の用水をいつ田んぼに入れたのかと、それで田植えをいつやってるのかと、それから昨年の収量はどうかとかですね、そういったようなことを調査し、これとですね、農業センサス、農林業センサスですね、これの農家ごとの公表、これを接続して分析するような仕事をいたしました。で、これについては後ほどですね、現場の大切さというようなこととの関係でお話をするつもりでおりますけれども、ですね、作業はですね、少数の担い手、あるいは生産組織に集中する、
まあ、そういったところの規模が拡大するほどですね、陽子に対する需要は長期平準化するということです。まあ、あの裏返せばですよ、兼業農家の皆さん、もうこの頃は田植え機がもうほぼ、まあ 100% とは言いませんけれども、非常に普及していましたので、兼業農家の方はですね、土曜日あるいは日曜日に田植えをするわけです。そのためにはですね、金曜日あるいは土曜日の前半、ここでなんとか水を確保すると。で、兼業農家が多いわけですから、うわーっと水需要が高まると。しかし、ウィークデーになると、誰も農作業をやらない。しかし、生産組織とかですね、専業農家、ここはですね、ウィークデーにも当然のことながら田植えをするわけです。したがって、用水需要はむしろ、そういったですね、生産性の高いといいますか、そういった担い手がカバーする水田の面積が大きくなればなるほど平準化すると、まあ、こういったことを検証したつもりです。それもう一つ、まあ、私は愛知県生まれですので、愛知でも随分調査をさせていただきましたけれども、矢作川の右岸、右岸というのは上流から見た右側の方ですね、ここにですね、農業水利組織、これ村高用水連合総代会という、まあ、こういう名称なんですけれども、その組織についてヒアリングをしていたときにですね、非常に細かい日誌を記録していたことが分かりました。まあ、長老の方ですけれども、でこの日誌をお借りしてですね、まあ、コピーしたものをお借りして、でその中身をですね、しっかり検証するような作業をいたしました。まあ、本当にいろんなことを勉強しましたけれども、用水の配分するシステム、それからですね、実はですね、以前は矢作川から何箇所からか水を引いていたんですけれども、いわゆる合口ですね、一箇所で水を取って、それを水量で持って、下流まで持っていくような、水系を変えたわけです。そのことによってですね、水利組織の構成も変えたんですね。で、そんなことが書かれていた日誌でしたので、本当に何て言いますかね、農業用水って、あ、そういうことかというような理解につながったわけであります。上のですね、群馬でもですね、これ聞き方としてはですね、こういうことです。田植えをしてますね。で、田植え機が農道のところまで戻ってきたところで、苗箱を交換して入れるわけですね。その時にヒアリングをするんです。もう本当にもう小さなカードに書くぐらいです。それこそ1分か2分で終わるぐらいのヒアリングですけれども、それでもですね、いろんな話を聞くことができてですね、あ、用水というのはこういう世界かと、そんなことを感じた次第です。で、村田が用水でもですね、あ、水利組織というのはこれはやっぱり大事だねと、しかも難しいねと、その難しいところをですね、いろいろ工夫しながら変えてきている、こんなことをですね、勉強した次第であります。それで実は今のお話はですね、後の政策論のベースにも実はなっていきました。まあ、北海道、これはもう本当に専業農家の世界です。それから村高用水とかですね、群馬の榎木町用水、これ今ある意味では兼業的な世界でもあるわけですけれども、水利組織が非常に重要な役割を果たしていると。で、ですね、こういった両面の農業の現場に触れ合うことによってですね、まあ、これ時々私使うのなんですけども、日本の農業、特に水田農業はですね、2階建てだと。上の層はですね、これはまあ、ある意味ではビジネスの層と言っていいだろうと。できるだけ安く、生産資材を確保して、できるだけ多くの生産物をできれば高い価格でもって販売すると。そのことによって所得を得ると。この点ではですね、実は第二次産業、第三次産業とも本質的に変わりはない。こういう部分はあるわけですね。一方ですね、それだけでは完結しないところに水田農業、あるいは日本農業、さらに言えばアジアの、モンスーンアジアの農業の特徴があるだろうと。つまりですね、用水がきちんと確保されることが前提となって、2階のビジネスとしての農業が成り立っているわけです。例えば土曜日の午前中に皆さん集まってくださいと。作業ありますよというようなことをされているわけです。それから村高用水もそうだったわけですけども、水の公平な配分のルールを持っているところが多いです。まあ、特にですね、瀬戸内海沿岸で私は一番やっぱりそのあたり厳しいなと思いましたけども、
もともと水の量が少ない地域です。したがってですね、まあ、特に水が乏しい都市にはですね、用水を配る順番を決めてます。まあ、よく晩水というような表現をすることもあるわけですけども、こういうような、いわば維持管理、設備の維持管理、それからそれを地域で合理的に使うルール、これがベースにあって、つまり1階ですね、それでもって2階の部分も成り立っているよと、こういう感覚を、まあ、ある意味では叩き込まれた北海道あるいは群馬愛知でですね、そういう部分があります。でこれが政策をする場合にも上の階だけ見ていてではダメだというような話に実はつながっていきました。まあ、ここに書きましたけれども、今の水田の農業、実は用水路なんていうのはですね、2つと同じものがないぐらい個性的です。まあ、地域によって異なるわけですけれども、ただ、2層の構造という点ではですね、モンスターでの共通項でありますし、まあ、その共同行動の合理性や制約性の解明は国際的にも重要なテーマだろうと思います。まあ、これ一番有名なのはエリノア・オストロムさんですね。女性、もともと政治学者ですけれども、女性でノーベル経済学賞を取られた方、これは 要はこういう共同の資源、共有の資源、コモンズをコントロールするルールについてのですね、解析をされているわけですけれども、その意味でもある意味は国際的な観点にもつながるようなところがあるわけですね。でですね、ただし今はですね、メンバーが非常に異質化しています。昔はですね、農村の皆さん、まあ1ヘクタール、まあ、戦後であれば1ヘクタールの田んぼで作物も同じものを作っているよと。そうするとですね、まあ、例えば30戸の農家がそれぞれ30分の1ずつ貢献して30分の1ずつ利益を得ると、単純化すればですよ、そういう構図があったわけですけども、今は構造が随分変わってます。10ヘクタールの農家もあれば、うん、うちは3単部でいいよと、あるいはですね、農地は持ってるけども、うん、使ってないと、こういうところもあるわけですね。あるいは水田作だけれども施設園芸、こちらにむしろ力を入れてると、まあ、こういう形でですね、いわば多層化、多彩なメンバーからなる構図です。まあ、そういう中で共同行動のルールをどう組み立て直していくか、これ大変重要な問題が今もある意味で直面している地域が多いだろうと、こう思っております。それで、まあ、ここにちょっとハーディーの句が書きましたが、まあ、コモンズの悲劇という、これは地球全体をですね、共有の資源とみなして、それぞれの国あるいはそれぞれの人々がですね、勝手なことを、まあ、利己的かつ合理的にやることによって崩壊するという、まあ、これですね。ただ実際のコモンズは100年あるいは500年中には1000年持ってきていると、こういうことも申し上げておきたいと思います。今の国際情勢からするとですね、こういうローカルな知恵をですね、グローバルな関係の下でもう一度問い直してみるようなことが必要ではないかと、あまりにも単純化しすぎかもしれませんけれども、それでですね、まあ、ここまで群馬愛知あるいは北海道のお話をしたわけですけれども、東京大学に移りまして、まあ、東京大学でもですね、まあ、現場の農家を訪ねた形の仕事はいろいろさせていただきましたけれども、一つですね、変わった仕事をすることになりました。ちょうどですね、ウルグアイラウンドが始まった時期であります。したがってですね、日本の農業の競争力を確認するという、こういう仕事がちょこ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 出てきたんですね。私が行ったのはですね、酪農です。生乳、これの競争力がどれくらいであるかと。でこれでですね、実は日英、まあ、実際にはですね、北海道とイングランドウェールズ、しかもですね、規模も大体同じ程度に揃えた上でですね、ですね、コスト格差がどれくらいあるかと。でさらにですね、そのコスト格差が生産資材なんかの価格によってどのくらい生じているのかと、あるいは価格ではなく生産性の違いによってどれくらい生じているのかと、こういうことの、まあ、検証をするという作業をいたしました。それでこれはですね、デビッド・プライスさんというイギリスの研究者と私の共同研究ということで、まあ、大学院生も全部随分計算なんかも手伝ってくれましたけれども、結果だけ申し上げますとね、北海道の単位生乳あたりのコストはですね、イングランドウェールズのですね 2.3 倍でした。
これ全てのコストを計算しています。でこのうちですね、生産資材などの価格によって生じる部分は 1.74 倍で、実質の投入量に起因するつまり生産性によって生じている差がですね 1.32 倍でした。つまり資材の価格あるいはまあ労賃なんかの賃金なんかの大きさ、これでもって説明できるのはまあ変な話ですけど、まあ7割ぐらい、生産性で説明できるのは3割ぐらいと、こういうことでした。これはですね、まあ、学会誌にももちろん投票されましたけれども、ですね、酪農界の方が随分注目をしてくださいました。あるいは乳業メーカーの方もですね。で、ですね、まあ、もう非常に単純な話ですけれども、実はですね、農業の生産性を考える際にはですね、農業の川上にある産業の、状況をですね、きちんと評価する必要があるねということを改めて確認したつもりです。これもですね、実は品目によって、ちょっと細かく書いてるけど、大体30項目ぐらい、肥料とかですね、もう例えば獣医師の料金とかですね、これもですね、イギリスと日本の計算の仕方にはいろいろ違いがあるわけですけど、それをできるだけ揃えて、今のような分析を行ったということであります。したがってですね、ものによってはですね、結構日本も頑張ってるのもあるんですね、日本の川上産業も。しかし残念ながらそうでないところもあると、こういうお話をしたわけです。で、まあ、横道にそれますけど、これをやった後ですね、実は私日本の配合飼料の産業について少し研究をしたこともあります。配合飼料がどのくらいのいわば生産性を発揮しているかというようなことですね、こんなことも少し仕事としてやったこともあります。さて、それでは次にですね、政策研究について少しお話をさせていただきたいと思います。まあ、東京大学に移ってから今の酪農のコストの、まあ、研究をしたわけです。まあ、これも本当に、面白い仕事だったかと思いますけれども、ですね、その後、まあ、ここでの共同研究ということも多少ありましたけれども、ケンブリッジ大学に90年の4月から翌年の4月まで、まあ、ちょうど1年間、客員研究員として滞在することになりました。で、先ほど冒頭申し上げましたようにですね、当時は EC ですけれども、まだ EU になる直前ですけれども、ここの共通農業政策、国別の政策ではなく、EC 全体をコントロールしている政策という意味で共通農業政策という言い方をしますけれども、これの改革の準備が進んでいたわけです。まあ、客員研究員として滞在したわけですけれども、義務は何もありません。だから日本のことはもう一切やらない。で、私はですね、これはまずかったと思いますけれども、まあ、家族と言って、まあ、5人で行ったわけですけれども、私はですね、米も食べないと、こういう決意をして、ところが家族はみんな裏切ってお米を食べて、私は1年間頑張って食べずに、過ごしたという、こういうところもあるんですけども、まあ、そんなこともあってですね、政策研究を始めました。で、普通は日本の政策を研究してその後外国というのが、まあ、オーソドックスな筋道だと思って、私完全に逆です。向こうに行って農業政策について勉強を始めたと、こういうことになります。ですね、92年の6月、実はこれはご存じの方は思い起こしていただけるかもしれませんけれども、日本の新政策、これも実は92年6月なんですね。ある意味では政策の改革が非常に進んだ時です。で、これについてはですね、まあ、しっかり勉強したつもりですけれども、まあ、私の場合、いわゆる経済学のミクロ経済学という、こういうカテゴリーですけれども、ですね、特にですね、穀物の価格を下げると、まあ、価格を下げるけれど別途直接支払いという形で、まあ、ある意味では財源から、財政から支えるということですね。それから牛肉についても下げると、ですね、穀物が 29% 下げるだったんですかね。で、牛肉も 15% 値段で、牛肉の所得率からするとですよ、 15% 下げるというのはほとんどゼロになってしまう、このくらいのあれです。ですけれども、別途財源で補填するよと。で、実はですね、穀物の価格はですね、
牛肉の収益性にも影響するわけですね。あるいは豚の牛肉と競合する豚の収益性にも影響するわけです。このあたりを分析したのが、これはあの若い頃の君並明さんとの共著ですけども、まあ、今日はまあ私が、書き上げたわけですけども、こういうですね改革がですね果たして成功するか否か、あるいはですね以前は価格を維持していたと、今度は価格を下げるけれども財源から直接支払いだと、これはですね基本的には消費者負担型から納税者負担型への転換という見方もできるわけですね。まあ、こういうステークホルダー間の利害がどういう状況にあるかというあたりをですね定式化するようなことをいたしました。それとですねもう一つ、まあ、あのいくつか医師委員についてやりましたけれども、ですね、1985年がそうなんですけれども、農業の環境の負荷を減らすための政策が本格化しました。これ全く同じ年にアメリカでも始まってます。で特にですね、EU についてはですねこれ、1972年の OECD の汚染者負担原則ポリューターペイズプリンシプル PPP これには当てはまらない政策なんですね。ポリューター・ビ・ペイド、つまり汚染をもたらしている方がですねそれを減らすときに生じたコストはですね国から財源で補填してもらえると、こういう構造です。今はですねかなり変わってます。しかし当初ははっきりそういう状況でした。例えば穀物生産、まあ、特に小麦なんかはですね相当な肥料を投入する、これをやめて牧草地に転換する、その場合に所得が減りますよね、その部分は補填しましょうと。実はアメリカもそれに近いことをやってました。でこれ汚染者負担の原則に反します。PPP に反します。ただですね、汚染の性格、特に農業の場合はノンポリントポリションというか、あの広い範囲で生じていると、したがって汚染の把握そのものが難しいということがありますよね。それから農産物市場の構造と書きましたけれども、実はですね製造業の場合にはですねですね、かかった費用を前方に転嫁することも可能なわけです。例えばですね、そうですね、電気自動車を開発する、それによってですね、脱炭素ということに貢献すると、しかしコストはかかりません。しかしそれを製品の値段の中に織り込むことによってですね転嫁することもできる。農産物の市場は基本的に完全競争市場的ですから、転嫁することはほとんど不可能、少なくとも当時はですねそういう状況でありました。それとですね環境をめぐる財産権と書きましたけれども、その農地なりその環境をそもそも使うことのできる権利は誰に属しているかと。で農業は実はもともとそこで農業をやっていたと。しかし後から来た住民がいろいろああでもないこうでもないと文句を言うという、こういうこともあるわけですね。まあ、このあたりのことをきちんと評価をすることによって、まあ、PPP の妥当なケース、あるいはこれにやはり多少の変更をするべきケースあるというようなことをですね論じたわけであります。これも農業経済研究に報告させていただきました。でそれからまあもう一つだけですね、あの条件売り地域政策、これは私自身は後ほどご紹介しますけれども、日本でも条件売り地域政策、まあ、今は中山間地域というような言い方をしますけれども、ここについてかなり経験があったの で、ですね、ヨーロッパの政策についてもかなり勉強させていただきました。でイギリスあるいはドイツの具体例を分析するとともにですね、日本とは違う要素について、まあこういうところが違うと、でそれをもたらす根拠をですね経済学的に提示するということをしておりました。まあ、あのここで3つほど挙げておきました。条件の不利性の性格そのものとは違うと、特にここはあのイギリスを念頭に置いておりましたけれども、イギリスの場合にはですね条件不利地域というのはですね要するにあの穀物を生産できない、標高の高いところですから、放牧の牧草地が条件不利地域で、しかもですね条件不利地域の直接支払いはですね、メスの牛あるいはメスの羊に対して1頭あたりいくらという、こういう支払いをしているわけですね。でつまりですね条件不利地域では作ることのできる品目が違うと。日本はどうかと。
どっちも稲作が中心ですよね。どちらも作ることができるわけです。ただし日本の棚田、これはですね、機械の導入には非常に不向き、こういう状況があるわけです。で、そういう意味ではですね、ヨーロッパの場合、特にイギリスを念頭に置いておりましたけれども、バイオロジカルのケミカルアスペクトといいますかね、生物科学的な側面での条件不利だと。日本の場合にはですね、メカニカルな面での条件不利だと、まあ、こういうようなことを、まあ、これは農業経済のアメリカの先生がこういう分類を提起したわけですけれども、そういう意味でのですね、条件不利の中身が違っているよと、これが一つ。もう一つはですね、日本の場合水田を念頭に置くとですね、ある補助がですね、別の補助についていわば用水路の役割を果たしている場合もあるわけですね。あるいは補助間のいろんな影響関係があるわけです。仮にですね、ある補助をいわば耕作放棄したとすればですね、それ病害虫の巣になってしまって、周りの田んぼにいろんな影響を与える。つまり政府、つまりいい面でも悪い面でもいわば相互に影響関係があると、これが日本の補助の特徴であります。これに対してヨーロッパ、これはまあ基本的に農場制ですよね。私も100ヘクタールを超える放牧をしている条件不利の農場に訪ねたことがありますけれども、ほとんど1箇所です。こういうところとそうでない日本の場合ですね、違いがある。で、ご案内のようにですね、日本の中山間地域はですね、地域のある意味では組織として、いろんな補助を受けると。でその中にですね、例えば本当に狭い、5R とかですね、そういう補助が含まれていてもそれは対象になっているわけですね。ヨーロッパの場合ですね、基本は3ヘクタール以上です。3ヘクタール以下の農業というのはある意味は趣味の農業だと。でここにですね、助成金を払ったとしても、それがその農業を続けることに貢献できるとは考えられないと、まあ、ある意味は非常に冷徹な判断があるわけです。しかし日本の場合にはですね、たとえ小さな面積であってもですね、そこが放棄されてしまうと周りにとんでもない状況が起きてしまうと、まあ、考えても当たり前のような話なんですよ、そういうようなことですね。それから作物立地をめぐる競争関係と言いましたけど、さっき言ったようにですね、日本の場合どっちもお米作ってるわけですよね。ですから条件不利地域を支えるということになるとですね、そちらの競争力をある意味高めている面があるわけですね。でヨーロッパの場合、特にイギリスの場合、もう品目が全然違うわけですから、競合関係はない、まあ、こういったところはですね、日本の条件不利地域政策は理念の上では、まあ、日本流入と多面的機能ですか、こういったものを維持するということで共通しています。しかし手法は随分違うと、その違いをですね、きちんと説明するということが大事だろうと、こんなふうに思っております。で、まあ、このあたりで政策についての研究についてはそろそろ終わりにしたいと思いますけども、ですね、EC あるいは EU 農政の研究の延長上でですね、1993年末に実質合意された WTO、まあ、ガットのフルガイラウンドの結果の協定についてですね、これの経済学的な意味についても、まあ、分析をしております。まあ、特にですね、増産効果を有する政策についてはですね、価格支持型の緑の政策、黄色の政策ですね、それとですね、別の手段を使う緑の政策、黄色はこれアンバーの訳ですけれども、これはですね、ある意味では農地が荒れているイメージ、緑はまあグリーンボックス、グリーン、まあ、豊かにいろんなものがなっているよという、こういうことですけども、これの違いについて、どっちも増収につながるじゃないかと。例えば土地改良事業なんかもですね、これ一応緑の政策になっているわけですけども、増収につながるという意味では同じじゃないかと、価格支持型の政策とかですね、まあ、これについてはですね、まあ、単純に言いますと、需要曲線、供給曲線のうちですね、供給曲線をシフトさせるような政策は、これは緑の政策、需要曲線、供給曲線そのままでですね、介入することによって需給が均衡するレベルを変えてしまう、したがってですね、余剰農産物が生まれるような、こういったものが、アンバー、黄色だと、まあ、こういったような、
単純化するとですね、こういった分析をしたということです。それからこれは私は現在の時点で非常に重要になってきていると思いますけれども、ですね、増産型の政策、特にですね、黄色の政策ですね、これはある意味では一律に否定する、まあ、少なくとも減らしていくという、こういう合意が得られたわけです。まあ、といってももう30年前のことになりましたけれども、ただですね、これについてもですね、やはりこれはまあ分析というよりも、まあ、ある意味では主張ですけれども、農業保護政策についてもですね、これ食料というのは絶対的な必需品ですから、これを確保するための手段としての政策と、まあ、そのレベルをもう完全に満たしているよと、まあ、アメリカなんかもそうですし、ヨーロッパもまあそれに近いところがあるわけですけれども、その段階でさらに農業を支えるような保護政策、これはやっぱり区別すべきだろうと、こういうことも申し上げておりました。で、ですね、まあ、EC あるいは EU の政策について研究をしたわけですけれども、私自身先ほども少し紹介ありましたけれども、食料農業農村基本法の検討プロセスに、まあ、専門員として関与することになりました。それから、まあ、食料農業農村政策審議会にも関与するということがありました。これ結構そこでの議論なりですね、その前の役所の説明を聞いたりするというのは、まあ、それある意味実体験、政策についての実体験であります。でそれについての改めて文献調査、まあ、日本の政策の方は後からいろいろ研究したところがあるわけですけども、そういうプロセスで日本の農業政策も分析対象として、まあ、一歩ずつ歩み始めたところがあるわけです。それで、ですね、ここは細かな話はするつもりはございません。98年に出版した、先ほど新井先生が紹介していただきましたけれども、ですね、98年に一冊の本を出版いたしました。これは書き下ろしではなくてですね、既に論文として、発表しているものをですね、まとめ上げたものですけれども、これはですね、EC の政策との比較を強く意識して農政の基本構造を分析した論文で、あります。これが、まあ、目次です。98年の書籍の目次です、まあ、土地取引における市場と組織だとかですね、条件売り地域だとか、あるいはフードシステムという言葉がちょっと出てきていますけど、まあ、こんなようなことですね。さらに、EC 農政改革の構造とかですね、それから生乳クォーターの売買と貸借、これはイギリスではですね、1979年からだったんですかね、あ、84年からかな、ですね、牛乳の生産調整を始めたんですね。これについての分析等々についての、書物を書かせていただきました。で、まあ、こういった形で日本の政策についてもある程度発言をするというようなことをしてきているわけです。それでですね、さらに2006年にはですね、これは日本では1999年に食料農業農村基本法ができました。でそこで農政については転換するんだと、まあ、現に転換した部分もあるわけです。でそのことを踏まえて2006年についてはですね、価格政策依存型農政からの脱却だとかですね、そうですね、あるいは農業環境政策の理論フレームとかですね、まあ、こういったような形で少し新しい要素を組み込むような、こういうような仕事をさせていただきました。特にフードシステムの政策体系というあたりはですね、先ほど酪農の生産性について、あるいはコストについて、イギリスと日本の比較をした結果についてお話をしました。その時にですね、酪農の川上にある産業、例えば生産、資材を作る産業、肥料とか餌とかですね、あるいは機械とか、こういったことも大事だと、こういうことを申し上げました。同時にですね、ですね、酪農の川下にある産業、まあ、この場合乳業メーカーとかですね、あるいは、それこそ最後は小売店までですけれども、こういった川下の産業がどうなっているかということも非常に大事だと、まあ、こういうことを意識し始めていて、このことがですね、フードシステムの政策体系というような、こういう章を立てることになりました。これはかなりしっかりした論文を書いたつもりです。これも、実は最後の
あれですね、査読付きの論文としてアクセプトされたものを書いたものです。ですね、産業政策についてはですね、経済学の分野でもいろんな蓄積があります。それを踏まえた上で農業あるいは食料に関する産業政策、これをどういうフレームワークで捉えたらいいだろうかと。例えば食料安全保障というような概念はですね、通常の産業政策のカテゴリーには入ってないんですね。これをどう考えたらいいかというのことをですね、例えば議論したということもあるわけであります。さて、ですね、まあ、ヨーロッパで少し暮らしたこともあって、政策 の領域に足を突っ込んだわけですけれども、その後は、まあ、2005年頃以降はですね、まあ、研究は残念ながら行っておりません。まあ、書いたりすることはもちろんあります、あるいは読んだりすることはありますけれども、特に実際にデータをですね、いじるということはもうほとんどなくなりました。大学の運営の問題とかですね、あるいは先ほど学術会議の話がありましたけれども、これもあまりいい思い出は残っていないなというところですね。いろいろ苦い思いもありました。ただですね、この時期2005年以降、まあ、今日まではですね、むしろ社会への発信、それから研究の支援、特に若手の研究者を支援すると、こういったところにある意味では注力してきたつもりであります。まあ、結果的にそうなったといえばそういうことかもしれませんけれども、それでですね、農業あるいは農業政策、これはですね、消費者であり納税者でもある国民に、まあ、深く関係しているわけです。で、それではですね、この分野の研究から得られた知見についてはですね、幅広い読者を対象とする解説書、教養書としても社会に発信する必要があるだろうと、こういうふうに思います。それで、ここにはですね、2つ書いておきましたが、これは一つは、まあ、農業再建という、これは2008年の最初に確か、発行したものですね。それから日本農業の真実、これは2011年の春ですね、震災の直後で、もうゲラが終わって、構成が終わってましたので震災のことに一切触れることができませんでしたけれども、これはまあいずれも一般の読者を想定した書物です。まあ農業再建の方はですね、2007年に執筆したわけですけれども、これ学部長研究課長をやらされまして、それからですね、東京を離れる仕事は基本的に断ったんですね。ところがそうした結果ですね、夏の休みの時間、意外と時間ができたもんですから、以前からちょっと言われていた岩波の人に、私やってみますということで、それで結果的に書いたというようなところがあります。それとですね、農業農政についてはですね、新聞を通じて発信することもございました。で、特にですね、共同通信を介して、2006年から2019年までほぼ13年か14年ですねは、コラムを掲載しています。ですね、最初の頃は日本診断というタイトルで大体地方紙に、配分されていたと思います。途中からですね、経済サプリ、確か経済サプリだったと思いますけど、こういう形で、配信をさせていただきました。で、この時にですね、私実は、気持ちの上ではですね、この後申し上げますけれども、私の調査研究、本当に現場の方々に、支えられ、助けられ、あるいは時にはですね、叱られてきたわけです。もう本当に割に早い時期に私、47都道府県すべての地域に足を運ぶことになったわけですけれども、その意味はですね、共同通信を介して地方紙に掲載されるということは、ある意味恩返し、いろいろ勉強させてもらったことの恩返しをしているなという、こういう気持ちで書かせていただいたことがあります。それからですね、これは名古屋大学の時代ですけども、熊本日日新聞、熊本との付き合いも随分長いんですね。農事試験場入ったその年に実は熊本でも調査をしているわけです。それから信濃毎日新聞、まあ、これは私の母方の祖先が、まあ、長野木曽ということもあって、まあ、非常につながりがあるということもあって、まあ、こういったところにですね、一月に一回とかですね、寄稿したこともあります。まあ、こういった形でですね、少し広い範囲の情報の発信もさせていただいたところがあります。
それからですね、ここから先はちょっとあれですけども、主として、まあ、高校生や大学生を念頭において農業を農村を広く論じた入門書もにも力を入れました。で、私は本当に恥ずかしいんですけど、エクセルも使いこなせません。パワポもこれご覧になればお分かりのように本当に初心者の段階です。したがって、ですね、こういった書籍を作る場合、図表の多くはですね、大学院生あるいは卒業生なんかのサポートによって作成をしたわけであります。今日も手伝ってくれた元の学生さんが名古屋から来られていますけれども、こういうケースが何人もおられるということで、本当にもうありがたい話であります。それからこれはもうちょっと余分ですね、最近2019年ですけども、小学生を対象にした書物も執筆してみました。これは孫娘の目の笑顔を思い浮かべながら何か書いたというのがあるんですけども、ですね、ちょっと意外なのがですね、結構使ってもらってるんですけども、中学入試に向けた模擬試験のですね、国語の問題なんか社会とかそういう問題であるならばいいんです、なんか国語の問題に使われているのはちょっと意外な感じがいたしますけれども、まあ、こういったこともやっているということであります。この農業が分かると社会の仕組みが見えてくるのは、まあ、高校生からあるいは大学に入ってすぐの学生さんたちを念頭に置いたものです。で、農業と人間はですね、これはもう少し、まあ、専門に入ってくる頃の学生あるいは大学院生修士課程の院生なんかを想定しています。で、実はですね、この農業と人間というタイトルはこの福島大学での私の講義のタイトルにもさせていただきました。ですね、まあ、1年生が比較的受講生で多いんで少し噛み砕いた形にはなってますけども、まあ、この書物のタイトルを使わせていただいたということであります。ですね、まあ、研究調査を実際に自分でやるということが少なくなって以降、学生を支えるような仕事に注力したというようなことを申し上げましたけれども、ですね、本当に東京大学名古屋大学で多くの学生に接することになりました。もちろんこの福島大学でもですね、学生の皆さんといろいろ接しています。昨日もある学生と朝から昼ぐらいまでちょっといろいろやり取りをするようなこともありましたけれども、そういう形で触れてきております。まあ、今後ですね、福島職農も職農科学研究科という形で大学院ができますので、さらに先生方とですね、学生の皆さんとのつながりは深まっていくだろうというふうに思います。それでですね、もちろん座学的なサポートあるいは論文へのコメント、これは本当に若い時にですね、私もう本当にもうこれでもかこれでもかというぐらい、直してもらったということがあるということもあってですね、論文へのコメントは比較的力を入れたつもりです。ただですね、その他に実は現地調査に同行してもらう形で農業農村の実態に触れる機会を提供してきたということもあります。特にですね、中国あるいはイギリス、フランス、こういったところですね、こういったところを対象にですね、学生、まあ、院生ですけども一緒に連れていくようなこともしております。それからですね、ゼミ生として都合のつく学生を連れて農村に行くというのもですね、調査を狙うんではなくてですね、なんて言いますかね、実際に農村に行って、まあ、学生同士のコミュニケーションを深めてもらうような、こういうこともですね、有益ではないかと。で、特にですね、長野県の飯山市ホタルの宿を守る会というのがありましてね、これは多くは東京の方々が、まあ、田植えの時期とですね、稲刈りの時期とそれからまあ草刈りの時期、この時期にですね、飯山まで来て、まあ、寝泊まりをして作業をするようなことで、でそこにですね、私自身東京大学の時代それから名古屋大学の時代、ゼミの学生と一緒に、通ったところがあります。実はこのホタルの宿を守る会は昨年でちょうど20回目20周年で、まあ、主催者の方の年齢ということもあって一応ここで終わりということになっております。まあ、今後また復活するかもしれませんけども、そこに連れていくことがありました。これはですね、東京大学の時のメンバーであります。ですね、この中の2人がこの会場の中におられる。まあ、かなり若い時ですので、もう識別できないかもしれません。これが稲刈りの
とこですね。それからもう一つ、これは名古屋大学の時です。これは先ほど三浦先生がおっしゃったこの写真だろうというふうに思いますけれども、ここの中にもですね、さっき、まあ、今申し上げましたけれども、私の書物を作るときに、あるいは改訂版を作るときに、図表なんかを作るのに手伝ってもらった人が、複数含まれています。本当にありがたいことです。ただですね、まあ、こういった形で、現場に行っていろんな交流を深めることで、まあ、研究室としてのまとまりもできていった面があるかなというふうに思っております。で、ですね、食農学類で言いますとね、食農実践教育、うん、これはまあ後でまた少し触れますけれども、まあ、短期決戦型を除くと7箇所の市町村に行って、まあ、頻繁に通ってということがあるわけですね。でこれはですね、地元の方とのコミュニケーションもあるんですけど、学生同士あるいは学生と教員のコミュニケーションという点でも私は非常に意味のある、カリキュラムとして進行してきたなと思っております。さて、時間もそろそろかなり過ぎてきましたので、現場と向き合うことの大切さ、これはですね、冒頭申し上げましたけれども、ですね、福島大学の食農学類の開設運営に携わったことによって改めて、私自身、うん、これは大事だなということを感じている次第であります。そのこともあってですね、ですね、比較的若い時の調査研究についてもう一度振り返ってそのことを紹介するようなことが最近少し増えていることもあります。先ほどの群馬の白柿用水の調査についてもう一度あれしますね。もうちょっとリアルに話をしますと、寝泊まりの場所としてですね、村内の集落の集会場、これずいぶん広くてですね、集落としても20何個集落がありましたけども、それの一番下流側の集落、ここのですね、集会場を借りました。で、ですね、古くなった自転車なんかも、うん、農業試験場の中から引っ張り出してきて、あるいはですね、実は風呂桶も持ってきました。残念ながらこの集会場には風呂がなかったんですね。ただし、ですね、料理はできる。で、延べ100人、私は現場隊長をさせられましたんで2週間ずっとこの集会所におりました。で、ここはですね、1334枚のデータを確保したわけです。さっき申し上げたようにですね、田植えをしている農家とのやり取りで、これでですね、水利用のルールが地域社会に共有されているということを、まあ、はっきり実感した次第です。時にはですね、あいつらなんだってなことでですね、上流部とですね、いろいろ摩擦を起きるようなこともなきにしもあらずでありました。それからですね、辰の日と言いましたかね、この日は田植えをしないという日があった。これは昔の手植えの時代にですね、やはり休息を、うん、するための制度だったのではないかというふうに思います。で、ですね、あるいはですね、この時は農業経営の研究者だけではなかったものですから、他の分野の研究者と寝泊まりをしてですね、例えば当時はまだ珍しかったんですけども、有機農業とかですね、環境保全型農業の先駆的な取り組みをされていた、まあ、宇田川武俊さんとおっしゃるんですが、こういう方とですね、話をすることができたということも非常に貴重な経験だったと思います。それからですね、農事試験場の時代にはですね、熊谷市の農家にですね、1週間泊まり込みました。で、地域の生産組織で田植え作業を体験しました。で、これはですね、もう本当によく覚えておりますけれども、田植え自体は私が担当したのは余剰の歩行式ですから、余剰植えですから、そんなに大きなものはありません。ただですね、そうですね、半日、作業すればまあ慣れます。どうすればまっすぐ植えられるかと、いや、農地をですね、貸しに出した家のおばちゃんなんかが見に来てるんですね、うん、苗が曲がりくねっていないかとかですね、非常に気にしている、ね、もう私もそれを気にしながらあれですけど、しかし慣れます。もう本当に快適です。少し遠目に見ながら前に進んでいくというこういう形ですね。で、ただですね、大変だったのはですね、苗箱です。これをハウスから抜き取って
それをですね、田んぼまで持っていくわけです。行ったあたりですね、この辺りでは20数枚使ってました。で、1ヘクタールぐらいもう簡単に植えるわけですから、そうすると200何十枚、何十箱を、移動しなければいけない。この作業が本当に大変でした。で、当時はですね、根が張ってくるとだんだんですね、剥がしにくくなるんです。今はそこを遮断するような形になってるかと思いますけど、当時はそれがなかったんですね。したがって日にちが経つにつれて本当に重い作業で、よくですね、こういった作業のことを補助作業と言っています。補助作業の方がはるかにしんどい作業だということを、実感したわけです。ですね、まあ、北海道の経済行動をめぐる仮説についてはですね、まあ、これは米の収量とか農地の売買などの一時データを駆使して検証することで、農家の判断があるいは行動が合理的であることを確認したわけです。で、私自身はですね、北海道の畑作あるいは酪農地帯を歩き回ってですね、条件さえ与えられれば、この国の農業経営は国際的にも遜色のない成果を生むことに、まあ、私は確信をしております。残念ながら条件がないケースは結構多いとは思います。それからですね、まあ、兼業農家もですね、これ例えば前橋の兼業農家なんかはですね、夕ご飯の後の時間帯に訪ねていっていろんな話を聞くようなことをしましたけれども、ですね、ある意味では非常に合理的な行動をとっていると。まあ、小規模な農業を持続しながら、ウィークデーはフルタイムで農業の仕事に従事すると。まあ、これはもうある意味では妥当な判断だろうと。もちろん、違法行為とかそういうようなことをするということでは、これはもちろんダメですけれども、まあ、一番これが本人としては納得のいく形だということでやっていた。しかしある時期が来れば、まあ、農業から離れるということも当然あるわけですけども、それぞれの判断が行われているなということを実感した次第です。で、実はですね、空知郡の南幌町ですけども、ここは本当にありがたかったです。ですね、役場の農政担当のオフィスの机をですね、借りました。で、持ち出し不可、特に農地の売買のデータなんかは外に持ち出してはダメだということなんですね。で、したがってですね、その借りたデスクでもって転記作業とかですね、まあ、こういった作業をしたわけであります。失礼しました。こちらがマイクだと思っていました。ですね、札幌の農業試験所からですね、車で、40分ぐらいの場所にありました。で、ですね、もう年間100日、後で数えてみたらちょうど100日通った年がありました。私、簡単なメモ帳のような日誌をつけてるんですけども、それで振り返ってみたら、なんと100日通ったことがありました。で、実はそのデスクを借りることができて作業ができたということ、これ自体ありがたかったんですけども、実はですね、農政担当の職員、それからそこは農業委員会もカバーしてたんですね。農業委員のメンバーの方々、こういう人のやり取りを聞くことでですね、市町村段階の農政の取り組みが簡単ではないな、こういうことも実感しました。で、現場の農政にとって大切な視点、例えば施策の安定性、こういったことにも思いを寄せることになったわけであります。ですね、農家の方が訪ねてきて、表情がどうもあれと思うような方、これはですね、実は農地を売りたいんだけれども何とかしてくれという相談に来られてる。もちろん我々のいる前ではそんな相談しません。別の部屋に行って相談をすると、まあ、こんなような現場も拝見したこともあるわけであります。ですね、北海道農業試験所の勤務の時代にですね、実は、これは北海道の次の年ですね、酪農家に20日間、泊まり込んで、ここで、作業をしました。これももともと牧草をですね、納屋に、運び込む仕事ということだったんですけども、実際にはですね、搾乳作業とかですね、餌やりの作業を全部やらせてもらいました。これはですね、大変後々役に立ちました。これ中標津のあれですね、海洋台という、あるいはご存知の方がいるかもしれません、ある意味は観光地に近いところなんですけども、ですね、搾乳が100頭でしたから、
当時としてはもう最大規模です。で、ですね、この時にですね、酪農に使われる多彩な資材、もういろんな資材を使うわけですね。それからですね、農協の職員の方とか、あるいは獣医師さんとその農場の経営主の方々のやり取り、こういったことを聞いたり見聞きすることもできたわけです。で、東京大学に移ってからですね、日本とイギリスの酪農のコスト、生産性の比較をしたわけですけど、この時にもですね、生産資材とかですね、あるいは獣医師さんとかの料金とか、こういった問題についてある程度の知識がありましたので、ある意味ではリアルな判断をすることにつながったと思っております。ですね、まあ、現場とのつながりということでちょっとだけ補足をさせていただきます。まあ、今日は役場とかですね、こういったところを中心にお話をした部分があるんですけども、20代の時にはですね、農林漁業金融高校、まあ、現在は日本政策金融高校の農林水産事業本部ですけども、この調査研究に参加しております。まあ、恩師の江賀悦文夫先生の指導の下で、これは学部の4年生の時ですけども、和歌山県の本部長、今田辺市の一部ですけども、ここの農家、ですね、6軒の農家について、まあ、林家、農林家といった方がいいかもしれません。非常に細かなヒアリングをさせていただきました。で、その後ですね、北海道の美瑛町、あるいは宮崎県の海老名市など、これは過疎資金、当時の高校の過疎資金の効果についての調査でありました。で、この時の現場体験がですね、EU と日本の条件売り地域政策の比較をするような場合にもですね、ある意味では生きていたなと、こう感じております。その他ですね、土地改良、まあ、全土連なんかですね、それから農地制度、全国農業会議所などですね、あるいは酪農乳業なんかの領域でもですね、関連する組織とのつながりの下で非常に多数の実態調査に参加させていただくことができました。で、そこにですね、大学院生なんかもですね、一緒に行くというような、こういうこともありました。で、まあ、この実態に触れるということはですね、これなかなかきれいな形の情報ではない場合もあるわけですけれども、しかし統計などによる二次データの評価にもですね、ある意味では慎重になる、そういう姿勢に私はつながったと考えております。それではそろそろ時間でありますので、結びに変えてということで、ここは食農のことにも関係したお話を少しさせていただきたいと思います。ですね、食農学理の解説に向けて、実践性、学際性、国際性、貢献性、まあ、この4つの柱からなるディプロマポリシー、もちろんコース別のポリシーもありますけれども、全体としてはですね、この4つのポリシーを提示しています。で、ただ申し上げますと、国際性はですね、実は最初の案には書いておりませんでした。文科省とのやり取りの中で、国際性も触れたらどうですかと、こういうことがあって、じゃあ入れますと。ただですね、食農学の先生の中にはですね、国際的なアフリカとかですね、あるいはモンゴルとかですね、こういった海外をフィールドに仕事をされてきた方もおられますので、まあ、そういう意味では国際性ということが入るのは全く不自然ではないだろうというふうに思っています。貢献性、これはもちろん東日本大震災、あるいは原発事故からの復旧再生、これを念頭に置いたものであります。で、まあ、この2つはある意味では福島大学の食農学類らしさのあるポリシーと言っていいかもしれません。まあ、実践性と学際性、これはある意味では、まあ、農学の原点に戻るという、こういう意味合いがあるというふうに思っております。農学は農学のためにあるわけではないと、うん、農学は実際の問題を解決するために、克服するためにある学問であるという、こういうことですね。それでですね、まあ、入学直後から始まる農場基礎実習、まあ、農場基礎実習と言ってますけども、林業の分野、あるいは食品産業の分野の基本的なこともカバーしているわけであります。あるいはですね、食農実践演習ですね、これも先ほどちらっと触れましたけれども、2年生の後半から3年生、これは現場との触れ合い、これは農場実習もそうなんですけれども、
1年生の最初の時期というのはですね、やっぱり意欲が高いんですね。この段階で、農場基礎実習を行うことによって、学生同士のコミュニケーション、それから学生と教員のコミュニケーション、これがですね、非常に私は緻密かつ深いものになっているだろうと思います。でこれはですね、他の大学の経験をしたことのない学生たちですから、自分たちがどういう状況にあるかということはあまり認識されてないんじゃないかと思いますけども、他のところの状況をある程度承知している、まあ私もその一人だと思いますけども、人間からするとですね、これはかなり価値のあることだというふうに思っております。まあ、職能実践演習もですね、現場との触れ合い、それでこれは実践演習の、まあ、正規の報告だけではない形でいろいろ聞いているわけですけども、これはですね、就職活動にも、かなり役立ったんではないかという、こういう話がある。つまり学知化、学生時代に力を入れたことの一つとして、このカリキュラムで、例えば西郷村に行ってこういうことを学んだ、あるいはこういうことで自分の考え方が変わった、こんなような話をしたことによって、面接の担当官の人が非常にうなずいてくれたというような、こんなような話もあるわけであります。それで現場に向き合いながら農学の原点に戻るところに、職能学類の教育の理念があるわけですけども、実は4本柱はですね、冒頭で申し上げましたけれども、研究の理念としても大切だと思います。それでですね、専任教員38名です。でこれはまあ小さい学類です。ですけれども、小さいがゆえにですね、お互いに研究の具体的な中身を理解し合うことも可能なわけです。38名というのは小学校の生徒の数、少なくとも私が小学校だった頃もうちょっと多くいたような気もしますけれども、それでもですね、あいつはどういう子で、こいつはこうだということをですね、しばらくするとお互いに理解できるわけですよね。まさにそういう小さな学類であるがゆえに、研究の具体的な中身を理解し合うことも、お互いに理解し合うことも可能だろうと。それがですね、実はコースを超えた形でもですね、共同研究がいろんな形で生まれていることにつながっていると私は評価をしております。まあ、学生生もですね、漠然とした掛け声ではなくて、現代のフードシステム、あるいはフードチェーンの流れを、本当の川上から最後の消費者の、場合によると消費者の健康というところまで含めて、想定して、で専門家の協力ということを考えているわけであります。もう結びにしたいと思いますけれども、本当に農学について真剣に考えた6年間だったと思います。ですね、繰り返しになりますけども、職農学類の設置と運営に従事する毎日であり、農学の教育研究の在り方を考える日々の連続でありました。で、荒井先生から紹介されましたようにですね、学部長やったりですね、関連学科の会長なども務めたわけですが、これはもう正直に申し上げますと、自身の専門分野の農業経済学は別として、現代の農学のあるべき姿を考えた記憶はほぼ皆無、ゼロです。なんか考えているようなふりをしたようなことがあったような感じがありますけど、でこの意味でもですね、職能学類で過ごした6年間は私にとって本当に価値のある6年間でありました。で、全体の農学のことを申し上げましたが、最後に、農業経済学についても一言ですね。で、これは農業と人間の序章からですけれども、農業経済学は謙虚な経済学である。自分の専門分野を謙虚と形容するのもいささか気恥ずかしいが、本書の執筆に取り掛かった今、傲慢な経済学を振り回してはならないという自戒の気持ちは以前にも増して強くなっている。これは農学の中での農業経済学の姿勢というふうに、あえて申し上げておきたいと思います。1時間15分ということでありましたので、以上で、私からの最終の講義を終えさせていただきます。本当に、皆さんご清聴ありがとうございました。しかし、私は職能学類福島大学を離れますけれども、今後ともよろしくお願いいたします。